平凡シーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。今日はこちらのビデオライトを検証してみたいと思います。 CY100W なんですが、メーカーはどこのものかわかりません。なぜかというと、中国のネットサイトアリエクスプレスで、昨年のセールの時に購入したんですけど、送料込みで5500円です。日本ではちょっと5500円でこの手のビデオライトを入手するっていうのはちょっとまあ不可能だと思います。100ワットですね。で、私もビデオライトはいくつか持ってます。この手のビデオライトももちろん持ってるんですが、あまりの安さにちょっと購入してみました。で、付属品はこの本体とこの AC アダプターのみです。で、こちらのフードは私が他のもので使ってるものなので、今回は、付属しておりません。あくまでもこの本体と AC アダプター、それなんですが、ここバッテリーが入るんですね。で、これ両方なんです。こちらもバッテリーが入る、ソニーの NP シリーズのバッテリーがここに入るんです。私も購入してから分かったんですけど、購入っていうか物が到着してから分かったんですが、まあ、これがここに入るんですね。で、左右に1つずつ入るので、2つ入れるとバッテリー駆動ができるっていうことなんですが、何をどうやってもこれ入りません。残念ながらバッテリー使えないってことです。で、もう日本製だったらありえない話なんですが、中国製品だとまあよくありますこんなのは。なので私は別に、どうでもいいと思ってます。もう日本製だったらすぐ苦情が入るレベル、バッテリー使えねえだろうっていうことで苦情が入るレベルなんですが、もういちいちそんなことやってると。しかも5500円なので、私の場合はそのバッテリーでビデオライト使うっていうパターンがほとんどありませんので、野外でこのビデオライト使う時も AC 駆動です。 AC 駆動でやってますので、別にバッテリーはもうこの際もどうでもいいです。で、早速これを検証してみたいと思うんですが、今回はこのビデオライトの他に私がいつも使っている LED ビーズが、900個ついてるやつ、こちらのやつですね。こちらのやつを、とりあえず2つ持っていきます。あともう1つは、倉庫で作業するときに購入したこの花形の作業灯ですね。これも LED です。この3つを使って検証してみたいと思います。で、ちょっと後ろの操作パネルはこんなになってるんですね。操作パネルは、まあ、ここ電源を、まあ、こういう感じです。で、今これ上がですね、出力ですね。今 100% から 0% まで 1% 刻みでいきます。そしてもう一つ押すと下の色温度が今 6000K、 これを下げると100ケルビンごとに下に下がっていきます。で、最終的には300ケルビン、あ、ごめんなさい、3000ケルビンですね。3000ケルビンまで。通常私の撮影はだいたい5000ケルビンぐらいでいつも使ってますので、まあ、この辺もしっかりしてると思います。で、100%。今これ明るいので、そうでもなさそうですが、相当、明るいです。もうちょっとびっくりしたんですけど、前から見るとこんな感じですね。 LED ビーズが周りがアルミのフィンがついて、まあこれが LED ビーズになってます。めっちゃ軽いですね。もう重さ的には1キロもないぐらいじゃないですかね。これ相当軽いですね。なので相当持ち運びは
楽です。でこちらで三脚の取り付けもできますので、どのぐらい明るいか早速外で検証してみたいと思います。では検証動画どうぞ。はい、それではまずは100ワットの LED ライトからやってみたいと思います。はい、それじゃあ点灯します。はい、こういう感じですね。これかなり、これはかなり強烈です。で今色温度がですね、5200ケルビン、あ、6000ケルビンですね。これちょっと色温度下げます。これだんだん今4700、そして4200、これ3000、かなり赤っぽくなりますよね、これだと。で今、パワーが 100% なので、これはでも相当明るいですね。これ車のヘッドライトハイビームと同じぐらいかもしれません。もしかしたらまた色温度上げます。これはすごいですね。もうめちゃくちゃちょっと見えますでしょうか。まあ、今ライト当てると、まあ今私が持ってるのがまあこういう感じですよね。これはかなりすごいです。こんなに明るいとは思わなかったですね。いやー本当すごいなこれ。じゃあ次は900球の LED で、それで2つ持ってきましたので、それをやってみたいと思います。一旦切ります。次は900球の LED ランプです。まず1つ目、2つ持ってきたんですけど1つだけつけたいと思います。はい、これが今 100% 1つだけです。そしてもう1つつけます。はい、これが今ダブルでつけてる感じですね。マックスです、共にマックスです。ちょっとコード下げますね。まあ 50% ぐらいにすると、今こんな感じですね。今これが 50% ぐらい。そしてはい、これがマックスです。まあこれはこれで明るいですよね、かなり。結構こうやって見ると相当パワーありますよね。うん、かなりいい感じです。で参考までに、まあ今こういう感じになってますね。かなりちょっと焼けちゃうのであれですけど、ダブルで今、照射してます。じゃあ最後は作業灯をつけたいと思います。一旦切ります。はい、それでは最後は作業灯をつけたいと思います。60ワットですね、 LED。 まあこんな感じで、まあこれはこれで結構明るいですよね。ああ、まあいい感じじゃないですかね。ただこの作業灯についてはフリッカーが出る時があるので、まあ撮影には使え、あんまりっていうか使えないですね。あと色温度がちょっと高すぎるのかな、青っぽく映ってしまいますので、まあちなみにまあこんな感じです。これ今作業灯なんですけど、まあこういう感じですね。で最後に、まあ、参考までに私の車のヘッドライトをつけたいと思います。一旦作業灯切ります。はい、ということで、まあやっぱりヘッドライトはヘッドライトで明るいですよね。
ということで、ライトの検証をこれで終わりたいと思います。